皆さん明けましておめでとうございます。2018年もね、ハーマの YouTube をよろしくお願い申し上げます。もうね、今日はね、今2018年1月、今日は6日ですね。今昼のね2時15分です。今年もね、こうやってね海辺でね動画をね撮っていきたいと思います。まあソロキャンプっていうか何なんでしょうね、ソロ、まあ一人で何かやってるんですけど、キャンプっていうほどのことじゃないんです。別に泊まりはしないんで、ハーマの場合には、まあ、泊まってもいいんですけど、まあうちがねすぐ近くにありますから、泊まるほどのこともないですよね。だからまあこうやって海辺でね、一人、なんだろうな、飯海辺飯、海辺飲み、なんだかよくわかんないですけどね、今年もね、で今日はね何を、作るかというとね、まあ新春ですからね、新春、まあ、お正月はもう、まだ幕の内なのかな、一応ね明日が7日で、まあ皆さん、七草がいとか食べるんでしょうね。だからまあお正月っていうことで、まあねお正月といえばやっぱりねお雑煮でしょう映るかな、一応もうね仕込んできてあります。もう簡単ですよね、火にかけるだけです。めちゃめちゃ簡単ですね、めちゃめちゃ簡単ですけど、まあめちゃめちゃ簡単ですねもうね材料は鍋に全部放り込んでありますので、ただ海辺でね温めるだけっていう、それだけの何の芸もない、すいません、させん。でもねめんどくさいんですよね、いろんなもの持ってきてね、まあそれも楽しみかもしれないですけど、まあハマの場合はね、まあ、海辺で食べたり飲んだりするのはね、まあ人がねたくさんいればそれも違うんでしょうけど、まあねいつもぼっちなんでね、ハーマの場合には、まあ今日はね海辺で温めるだけです。まあ、久しぶりにね道具も使ってないとね漏れてますね、危険な状態ですね、やばいちょっとねお待ちください。多分パッキンがダメなんでしょうね、もしくはこれ緩んでるのかな、どうだろう、ちょっとね途中から漏れ出してますね、まあ、炎のね方向でとりあえず今、風上にね、その漏れてる箇所を向けてますんで、これ炎をこうやってやると多分引火すると思うんですけどね、引火しましたね。まあちょっとねごまかしごまかし使いましょう。もう随分ね使ってて、やっぱりこういうのはねメンテナンス大事ですよね。たまにしかね使わないとこういう不具合もねやっぱりありますまたねパッキンをちょっと手に入れないとダメですね。まあ、あの水道を修理するあの白いやつでもいいと思うんですけどね、まあ、今日はちょっとなんとか頑張ってくれるといいですけどね。それでね、まあ、ちょっとお雑煮ができるのに時間がかかりますので、やっぱりねそれまで待ってられないのでビールですね、2018年初海辺のビール行きたいと思います。それでは皆さん乾杯、明けましておめでとうございます。
マイユー、いやこれね、夜な夜なエールっていう、まあ軽井沢のねビールなんですけど、ゆきさんからねいただいて本当ありがとうございます。うまいな。そっちにはね富士山が見えて、天気も今日最高ですからね。めっちゃうまい。今本当はすきっ腹なんでね、ちょっと回るとやばいんですけどね、まあ、早くお雑煮ができてくれるといいんだけど、なんかねうまい。なんでこんなうまいんだろう。カモメもね飛んでるしね、今日はね波も穏やか で風もねそんなにね強くないんですよね。今はだから2時半くらいだからね、すごいねあったかいですよね。すごく、まあったかいって言っても空気はもう冷たいんですよ。今外気温がね11度ってことになってますけどね、まあ日陰はちょっと寒いかな。やっぱり日が当たってればねポカポカあったかいですけど、ねでもいいですね、やっぱりこういう海辺でね飲むのはねやっぱりいいですね。南の風がね吹いてますね。うん、ちょっとねガソリンがね漏れてたから、ま、ちょっとねもう燃料が早く消費されるかもしれないですね。だからその辺を気をつけながら、まあ、調理、実はこの後ね肉も焼くことになってます。で今日はねこの道具を歩いて持ってきたので、予備のいつも予備のねあの車とかバイクだと予備のバーナーを持ってくるんですけど、今日は歩きなんでね、まあ、必要最低限のものしか持ってきてませんので、やはりね道具とかのメンテナンスって大事ですね。まあちょっと部屋をね片付けたらキャンプ道具も一度全部ね引っ張り出してメンテナンスしたいと思います。まあもっともねあの YouTube でこうやって海辺でのねソロキャンプっていうかそういうのをね撮る前までもう何十年も実は使ってなかったんですよね、こういった道具。それをいきなり出してきてねメンテもしないで、でも頑張ってコールマンってよく、まあ、ハーマンはほとんどコールマンなんですけど、やっぱり作りがしっかりしてますよね。あと構造が単純なので、まあ何十年ほっといてもねとりあえずは使えますよね。まあやっぱり不具合は出てきますけど、そういったパッキンとかそういう部分がね劣化するので、まああとまあそういう締め付けとかねそういったものもしてないんで、ちょっとね機械を見て、まあ、今も不完全燃焼を起こしてるんでちょっとすすが出てますけど、きちんとねこういうキャンプ道具のメンテナンスもね今年はしたいと思います。で、まあ、こういったねあの海辺でビール飲んだり肉焼いたりね、こういったこともね今年もね、まあ、できるだけやっていきたいと思います。まあ1回くらいは泊まってもいいかな。あの、まあ、ハーマの場合はねなんでこうそういうキャンプっていうかテント、まあ、テントを持ってるんですよ。でもなんでやらないかっていうと
リアルでやってたことがありますんでね、つい最近まで。リアルキャンプというか、まあ、リアルホームレスというか。だから今ね、まあボロいアパートですけど、曲がりなりにもね寝るところがありますから、何もね、しかも、まあ、窓から富士山も見えますしね、アパートの、まあ、海も見えますし、まあ、何もキャンプしなくてもいいかなっていう、そんな感じなんですけどね。でもまあキャンプはキャンプでね楽しいですからね、まあ、昔はよくやってたんですけどね、まあ、本当はねインディアンの友達がいても亡くなっちゃったんですけど、その人なんかが生きてればね一緒にリアルキャンプ、もう毛布と、ね、寝袋だけっていうねキャンプもやろうか、いつかやろうかなんてことをね昔話してたんですけど、今はもうその人も亡くなっちゃいましたけど、そういうハーマーもねいつまで元気でいられるか分かりませんけど、まあ元気でねいられるうちはこういう動画を撮ってね、皆さんにねお届けできればと思います。ヘリが飛んでますね。そうか、今日から3連休なのか、世間はね。お正月休みが終わったと思ったらね、すぐね3連休なんですね、世間は。いいな。お、雑煮ができましたよ。やばい。これね、このお餅すごくね、これ市販じゃないんですよ。これ杵付きっていうか手でついたお餅なんでね、お餅が溶けちゃいそうなんで、もう出来上がりました。お雑煮できましたよ。でお雑煮ができたんで